アッパーメリオン軍区は、アメリカが州国ペンシルベニア州東部のモンゴメリー軍のタウンシップである。2010年の国勢調査で、の人口は28,395人だった。フィラデルフィア市から16マイルに位置し、タウンシップの中に、キング・オブ・プルシア、スイードランド、スー・イーズバーグ、ガルフ・メルズ、ウェインの各村がある。タウンシップの生誕は、 バレーフォージュがあった場所であり、広さ1300エーカーある、バレーフォージ国定歴史公園の大部分が入っている。タウンシップの中に、小売り用床面積では、国内最大のショッピングモールである、キング・オブ・プルシア・モールがある。ここは、ロッキード・マーティンや、グラクソ・スミス・クラインなどの会社が入る、産業団地でもある。メリオンという名前は、北ウェールズのメリオネスシャーに由来している。 メリオネスは、ウェールズ語の、メリオニードを英語化したものである。タウンシップとしての法人化は1713年のことであり、キング・オブ・プルシアイン、ガルフ・ミルズのバード・イン・ハンド・イン、後には、スー・イーズ・フォード・インが、議会に免許料として6シリングを求められた都市でも、あった。キング・オブ・プルシアインは1719年に、建設され、メリオンの歴史的香りを残している。 プロイセンからの移民がフリードリヒ大王に敬意を表して命名したが、アメリカ独立戦争の時には食料と飲料の中心として知られた。別の説として、この宿屋は当初ベリーの酒場と呼ばれており、自由に金を消費するプロイセンの傭兵の気を引こうとしてこう名付けたというものがある。アッパーメリオンタウンシップはペンシルベニア州法の下で第2級のタウンシップである。 5人の委員で作る行政委員会は委員の任期を6年間としてタウンシップ全体を選挙区に一部委員を改選しながら統治している。委員会は法を通しタウンシップの全的方針を決める。専門家であるタウンシップマネジャーが日々の運営を行い、常勤250人の職員の活動を監視している。ハンギングロックとポプラレーンが アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は17.2平方マイルであり、このうち陸地16.9平方マイル、水域は0.4平方マイル、水域率は2.20%である。オールドスーイード協会、アッパーメリオンのスーイーズバークにあるオールドスーイード、 教会は1760年6月25日にスーイーズバーグで落成し、1735年に建設されたそれまでの単純なマルタ小屋に置き換わった。当初の教会は教会としても学校としても機能していたが、この教会ができてからは教会のみになった。ステンドグラスの窓がニュースウェーデンと呼ばれたスウェーデン人の植民地の歴史を伝えている。 ジョージ・ワシントン将軍とその軍隊は、1777年12月13日に、スーイーズ・フォードでスクーカル川を渡った後、オールド・スーイード協会を訪れ、そこで宿泳して、バレー法事に向かった。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は、白人76.0%、黒人5.5%、インディアン0.2%、 アジア系14.7%、根結2.1%、ヒスパニック系3.9%となっていた以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アッパーメリオンタウンシップは街の活性、経済的繁栄、文化的調和を促進するために街の健康、安全、一般的福祉のニーズに対応するサービスを行う。タウンシップ政府はこれらのサービスを 正直で、開放的で、面倒見の、良いやり方で利用できる資源を効率的で、効果的に利用することで提供できる、よう努力する、アッパーメリオンタウンシップは、選挙で選ばれる5人の委員で構成する、立法委員会が運営している。委員の任期は6年間であり、定期的に一部の委員を改選している。タウンシップ委員会の会合の様子は、アッパーメリオン政府アクセステレビで放送されている。 立法委員会は、タウンシップマネージャーを雇用し、タウンシップを運営させる。アッパーメディオンタウンシップは、アメリカ合衆国会議員の選挙で、ペンシルベニア州第13選挙区と第7選挙区に属し、衆議会会員では、第149選挙区に、同乗員では、第17選挙区に属している。アッパーメディオンタウンシップの2010年、包括的財務報告書によれば、 タウンシップ内の主要雇用主は次の通りである。アッパーメリオンタウンシップの児童生徒は、アッパーメリオン地域教育学区の学校に通っている。ありがとうございます。